基本春野さん進行でお願いいたします。はい、でまああの無料のラジオアプリ JFN パークでお届けしているこの番組。でここで言います。あのベストオブスパイスに選ばれたメールを送ってくれた方にはスパイス、スパイス、スパイスということでお風呂にすごくプレゼントします。見たのに。え？いいや。いやいやだって。あのちょっとスランプ時期です。うん、相当フィルターかかってるだけだよ。いや違うんだよ。なんで本当だ。生放送です。こんばんは、ヤンダルのボーカル春菜とギターのまみと生放送でお送りする東京 FM サンデースペシャルスキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。私たち今週7月15日にデジタルシングルスパイスをリリースするんですけども、スパイスね。かわいいな。ありがとう。まだある？まだ行きます。行けますか？はい。じゃあはい。あこれじゃあ。うん。出ちゃいます。今まで割と順調に人生が進んでいたので、こんなに自分ってできなかったのか。心が折れた時もありました。うんうん、久しぶりの生放送っていいよ。ミヤネ屋のミヤネさんみたいな。いや、尖ってたよ、最後。喋りたいけど、いっぱいでも。ミヤネさんあるね。ちょっと、最後、綺麗に閉まんなかったこと含めて、アフタートークしましょう。久しぶりっぽくて、素晴らしいです。生放送終わりました。お疲れ様。自分たちのこうもっといいものを作りたいみたいな気持ちを燃やしてくれたなっていうところもあったし、イナちゃんの好きな？ちょっ
なんだろう、すっごい髪一重私もね、結構よく使う、ちょっと、あ、ちょっとダメだなって時美味しいけど、うん、本当の意味で楽しめない求めてるやつじゃない、なかなかのスパイス使いです、ね、だいぶ個性的な味、だいぶ個性的、うん、しまった、スパイスっていうことは引っ張られすぎたらしい難しいよね、いや、トウモロコシの唐揚げ、あ、めっちゃ好き、めっちゃ好き、おしゃれな唐揚げ、おしゃれな感じあるけどスクランブルスクエア、スパイスが入ってんの、甘いとかじゃない、うん、どうなんかな、いや、美味しいんじゃない、すり身系、いや、まんま系じゃない、まんま系、スイートコーンつまみ揚げ、つまみ揚げか、塩いらない、あ、塩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 塩塩ついてます、塩塩塩、味がない味がない、匂いはいい、匂いいい、おしゃれとも言ってもらえなかった、おしゃれでもなくなっちゃった、ちょっと崎陽軒になっちゃった、崎陽軒だったかな、5秒前からいきますね、よろしくお願いします、5秒前からいきます、5秒前、4、3、2、1、あーといく的な、まさか2日前まで編集されてたことはびっくりしました、出来上がるんかっていう、それまでに春の弾き語りがあって、それを渡したよね、うん、そうなん、いや、でもできてよかった、すごいスピード感でした、うんうん、で最初聴いた時に、あ、これできるメロやと思って、うん、もうそのまま止まったらあかんと思って、りえちゃんが歌詞書ける書けないのメロは大きいからね、そうやね、うん、これむずいなって思ったらね、うん、できんしね、やっぱライブがちょっとでも見えてたらまだ書けるメンタルになるんやなって本当に思った、なんか目標ないと難しいなアコースティックに全部編成変えるみたいなことでもないじゃん、電子キャンドルでできるし、うん、うん、の強さでもある、うん、やと思う、何やっても許してくれるこれがダンスグループやったらダンスグループで14年やってたと思う、そう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 、この4人で何かをやるっていうことが大事、うん、そうだと思う、 F シャープ、あ、 F シャープ、 E の雰囲気やね太さが太さがなんかパフォーマンスの感じも、うん、手離してての気がしててんけど全く離してない、めっちゃ下向いて集中してる曲やったスパイスのインタビューのやつもさ、まあ、まあ、まあ言っとくかなって思ってじゃあ意外と広まってしまったっていう、うん、まあでもなんかいいかなって思ってる、いや、なんか全然いいと思う、ああいうのは、何があったの、スパイスインタビューしてくれた時もさちょっと思っててんけどさ、でまあ、記事は自分らが言った通りにまとめてくれてたんやけど、あのガールズバンドしてることがずっと自分らがコンプレックス でそれをあの弱みとか劣等感って思ってたけど、それを武器に変えて表現した曲みたいにまとめられてたの、それってさ、うん、もう真逆やん、ほとんど、うん、なんか当たり前にいいって思ってるからガールズバンドですって自ら言ってるし、なんかそこに分けん取ってくれとかも思ってないやん別に、うん、でもそういうまとめられ方をあの冒頭でされてて、でこれは違うっていうことをつぶやいてんやんか、まあちょっとなんか言っとこうって思ったみたい、
ガールズバンドであることをコンプレックスに思ったことはないよっていうのを、うん、自分たちが話した内容はちゃんと載ってるわけだ。そうそうそう、だからその解釈の仕方がちょっと全然違ったっていう、思いも入っちゃってる。そうそうそう、だから全然そこにあの怒りがあるとかではないんやけど、うん、ちゃんと伝わった方がいいなって思う、うんうん、結構大事なポイントじゃない、うん、スキャンダルのアイデンティティの部分やから。でもなんかそのリナに返信してる人たちの熱さが可愛かった。そうやね、うん、みんなもちゃんとそこに意見持ってくれてるのはすごいいい流れやなとは思うけど、うんうん、はい、いきまーす。ドラムのリナです。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。その場所知ってるっていう場所がですね、リナのその場所ね、え、みんなに言われる YouTube の場所やって。ラジオで言われてましたよ。もういつもここで撮ってるから。そうだよね、うん、水曜日のスキャンダル見たんですけど、うん、いくつか